告知ムービー。どうも、主演の佐久間一樹です。よろしくお願いします。早速ね、この、フィラデルフィアの、作品を一緒に作ってくれる、メンバーを紹介したいと思います。まずはロシアモンキー。よろしくお願いします。ダンスよ。Hello. 普通に来てください。 Hello, nice to meet you. Hello, nice to meet you. ないよ。 I'm flower. I'm flower? もうあるもので無理やりやったらいいですから。 It's a デッカ麺。 デッカ麺? Yeah. まともにこれ大変ですよ、これ。一番最初はこれですからね。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、嬉しいですね、佐久間さんと共演できるということで。本当に思ってるんですか？思ってますよ、思ってますよ。初めて、初絡みですね。そうですよ。そんなこと言って、はい。でも佐久間さん、いろんな後輩をね、使ってこうライブとかやるんですけども、はい、もう一個に僕らやっぱ呼ばれたから。それ何の意味もないんだけども、たくさんやっぱいっぱいいるから、人は。あ、そうですか、はい。じゃあ今回ちょっと気に入っていただいて、はい、次回からのね、いろいろ、まあ、その単独ライブになるのでね、まあ、呼んでいただければありがたいなと思っております。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。堅くなり取らないで。わかりました。わかりました。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらもちです。さあ、続いて、囲碁将棋。よろしくお願いします。お邪魔しました。え、何これ？あ、これお先枕っていうことで、はい、ちょっとこれから頑張ろうってムービーなんで、お先枕って、僕自身お先枕って、それやだよ。いや、これからだってみんなで頑張っていこうっていうムービーで、これ。本当ですか？すいません、目の前真っ暗なんで僕、はい、頑張ります。これは今日は大丈夫かね、これ。ちょっとお先枕って言われたんで、僕のリハビリキャラ降りちゃいました。何これ？これただこれを撫でてるっていうリハビリキャラ。超ヤバいやつじゃん、これ。自分のがヤバいよ。すいません、素顔出していいですか？お先枕はやばいです。よろしくお願いします。何ですか、これ。囲碁将棋です。はい、します。大丈夫なんでしょうか？いや、ちょっと不安ですね。いつも僕の方がセリフ多かったりするんですけど、囲碁将棋で、ね、また仕事入ってくる。ちょっと、ちょっと、うるさいよ、まあ、でっかめ、でっかめ、でっかめよ。喋ってんだから、囲碁将棋。やれよ、やれよ。いや、もう声汚すぎるよ。やばいでしょ、声汚いって。覚えるじゃないですか。僕今回初めて、ちょっと台本見たら、セリフが結構多いので、あんまりセリフとか覚えたことないので、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、とにかくもう、はい、皆さんに迷惑かけかけないので頑張ります。はい、お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、続いて、井口しおりさん、そして岡田彩さん、どうも。どうも。ありがとうございます。ちょっと安心しました。なんかみんな、なんかいろいろやってきたんで。なんも逆に。はい、いいです。大してない。久しぶりです。はい、お久しぶりです。ね、何回かあのいろんな神保町の他の公演で共演してるので、はい、はい、安心できます。はい、よろしくお願いします。何ですか？なんか意気込みとかあれば。なんかみんなやった後だから普通じゃないなって。普通じゃない、普通じゃないですよ、お前ギさんは。いいですか？大丈夫です。普通じゃないです。ちょっと今日部屋の電車乗り過ごしちゃったからですけどね。なんでバレてるの？ちょっとあんま寝てなかったんですか？大丈夫です、はい。大丈夫ですか？はい、全然寝てます。寝てます。なんか前聞いたところに、なんか井口さんのカバン開けたらゴキブリが出てきたっていう。まあ、これは事実です。事実ですか？なんか部屋にいるゴキブリをこういう神保町とかの傾向で持ってきちゃうっていうゴキブリを。たまに持ってきてます。でも劇場には持ってこないんで大丈夫です。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。はい、奥横くん、はい、どうぞ。お願いします。奥横くんってそんな芸名だね。奥横で終わる。奥横で。奥横で。あ、そうだ。奥横で。はい。今回ちょっとあの野生爆弾さんがね、はい、あのなかなか稽古に来られない。そしてこの告知ムービーも来られないということで、あの大学でね、はい、今参加してもらってるんだけど、はい、で出るのかな、ちょっと。出ない、あ、とりあえず一回この国士ムービーだけ、はい、エバクさんの代わりにという、はい、ことなんですね。はい、はい、出ないです。寂しい。ものすごい結構出れますよ。ねえ、絶対これ。でも出ないです。出ないです。転換で、はい、あ、なるほど。なんか違ったいろんな形で、ね、出れるよね。はい、暗い中で。暗い中で、なんかいろいろあるかもしれませんよね、はいはい。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。あ、みんなで戻ってもらって、すっかりね、いつもの姿に戻ってもらって、画面だけ邪魔。いや、このメンバーでね、やってみます。これは固くなり、うん、取らないということで、うん、はい、怖いな。まあ、1回目はね、先ほど言ってもらったんで、こ
から楽しいメンバーでやっていますよ、はい、はい、でこれ一応に何でしょうね、一番困ってるのは、はい、このタイトルフィラデルフィア、フィラデルフィア台本を読んで誰一人まともに言えてないっていうね。そんでね、この、はい、フィラデルフィア、一応ここにも一応ね、進行のちょっとカンペというか、出してくれる子なんですけど、はいはいはい、その子も間違ってるぐらいだから、フィラデルフィア、フィラデルフィア、フィラデルフィア、大問題ですよ、大問題ですよ、これは。ぜひね、みんな、本番までには、そうですね、フィラデルフィアをスムーズに言えるようになって、はい、本番に臨みたいと思います。よっしゃ、はい、そして、この公演なんですが、ちょっと変わってまして、いつもと公演がね、1週間バーって連続してやるわけではなく、9月の1日、2日、そして3日、4日休みで、5日、6日の公演になります。あー、なるほど。はい、5、6が2回公演ずつになりますので、珍しい。3日、4日はだから皆さん、本当自由に旅行行くなり、そうですね、帰るなり、好きなり、はい、はい、なんかロシアモンドキーだけで4日から来ました、入ってるみたいな神保町が。そうなんです。はい休みじゃないです。休みではないです。はい、わ、はい、かりました。はい、ちょっとね、変則的なんで皆さんも気をつけてください。3、4は休みです。1、2、5、6です。はい、皆さんもね、ぜひ来てくださいね。大丈夫ですか皆さん。大丈夫です。大丈夫。みんな呼んでない。大丈夫、呼んでない。はい、まあね、はい、ちょっと待って、ちょっとこもってから聞こえない。ぜひ皆さん、大変で皆さんのご来場をお待ちしています。待ちまーす。せーので、フィラデルフィアってみんなで言いましょう。はい、よっしゃ。それじゃあ行きましょう、はい、せーの、フィラデルフィア。大丈夫かな、それ触れー。わーおぉ、えやべーよ、あれこれもじゃあボクトで勝ちあるじゃないな、じゃあつべ。そうっすね、ボクトで勝ちあるじゃん。勝ちあるじゃん。あかんかんかん。ちょっとお前マジやもんな。いやいやいや。